韓国の F-35 戦闘機が添え機のこそえで危なかったんだってな。F-35 戦闘機って言ったら日本でも運用されている戦闘機じゃないか。それでどうなったの？入ってきた情報では、装置の故障で胴体着陸をしたみたいなんだよね。胴体着陸なんて一歩間違えれば大惨事になってたね。韓国の公式な発表によると、胴体着陸事故が起きたのは、2022年の1月のことで、訓練飛行を行っていた韓国空軍の第5世代ステルス戦闘機 F-35A 戦闘機1機が、操縦電子系統の不具合によって、3機ある着陸用の車輪が出ずに胴体着陸を試みて無事に成功させたという発表だったんだ。胴体着陸を無事に成功させたことで最悪の事態は免れたんだけど、ここで大きな問題が浮き彫りになったんだよ。もちろん100億円近い金額の戦闘機だからそのままってわけにもいかないよね。機体の修理を行わないといけないんだけど、これを修理するためには、アメリカ、オーストラリア、日本のどれかまで運ばないといけないんだよ。自国では修理できないのか？そうなんだよ。自国でできるなら問題はないんだけれど、それができないんだよね。今回はその辺の韓国の事情を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。今回起きた事故の胴体着陸というのは本当に一歩間違えれば大惨事になっていたんだ。韓国はこの時の状況を、こう話してる。F-35A 戦闘機の降着装置が作動しない状況で、胴体と地面との摩擦で発生する熱や火花からの火災の発生を防止するために、着陸前に残っている燃料を投棄して、その間に地上では発泡性の消火剤が撒かれ摩擦熱を軽減させる処置を取ったんだ。これにより胴体着陸に成功、パイロットにも怪我はなく、機体にもそれほど大きな損傷はなかった。韓国空軍は、起きた事故よりも、自分たちの対応が素晴らしかったから大きな事故にならずに済んだとドヤ顔で公表したんだよね。ああ、それは韓国らしいといえば韓国らしい公表への仕方だな。韓国空軍は今回の事故について、F-35 としては初めてのケースだったので、製造元のアメリカのロッキード・マーティン社の協力を受けて原因を調査するみたいなんだ。この間は、国内での F-35 の使用は中止するみたいだね。正直、日本には修理の機構にしてほしくないよな。韓国がまともに修理費用をすんなりと払ってくれるとは思えないんだよな。確かに、すごくありそうな話。韓国空軍では、約40機の F-35 戦闘機を導入してるんだよね。1機100億円近い金額だからね。今回の修理費用も莫大な金額になると思うんだ。確かに大勢の軍事評論家たちが、今回の故障の原因をアメリカのロッキード・マーティン社の責任にして、あわよくば修理費用を免れようとするんじゃないか？と心配されてるよね。100億円の戦闘機だからね、修理費用もびっくりの金額だろうね。2012年に F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機の F-22 ラプターが同じように胴体着陸事故を起こしたことがあるんだよ。この時の修理費用が、日本円で約38億円かかったと言われてるから、それと同等の金額は予想されるよね。修理だけで38億円かよ。ため息しか出ないな。この修理費用を韓国がすんなりと受け入れて払ってくれるのか？すごいお金にはシビアなイメージがあるんだよね。正直韓国のことだから、すんなりと払ってくれるとは思っていないだろうね。何よりも、修理費用が38億円程度で済まないってことも考えられるからね。どういうこと？アメリカで胴体着陸事故 F-22 ラプターは、そのままアメリカで修理されてるからさ。今回の事故は、韓国が F-35 を修理するために、アメリカ、オーストラリア、日本のいずれかに持ち込まないといけないってことだよ。韓国に F-35 を修理できる施設がないってことが問題なのさ。壊れたまんまの戦闘機じゃ飛んではいけないもんね。最新鋭のステルス戦闘機 F-35 には機密事項がたくさん詰まってるからね。北朝鮮なんかに F-35 の情報が漏れるなんてことはあってはならないから、韓国には、アメリカが指定する国際整備拠点を置くことはできなかったんだと思うよ。確かに、最新鋭戦闘機の情報が、北朝鮮になら漏れりゃ危なすぎるよな。韓国に整備拠点を置かなかったのが正解だと思うぜ。となると、韓国に一番近い国際整備拠点は、日本だよね。そう、愛知県の三菱重工業に国際整備拠点があるんだよ。普通に考えても日本政府が韓国の戦闘機の修理を受け入れるとは思えないよな。そりゃそうだよね。露骨な反日姿勢を示す韓国に日本政府もほとほと嫌気がさしてるだろうからね。韓国の戦闘機の修理なんて知ったことじゃないって感じだよね。大体よ、
一度は解決したはずの徴用工問題を蒸し返して、三菱重工相手に賠償金を払えって言ってきてるんだぜ。修理依頼なんて絶対に受けるかよ。それは、日本政府も三菱重工もわかってると思うよ。韓国のことだから、修理を受けてあげたとしても、いろいろと難癖をつけてお金を払わないだろうし、日本政府の中には、戦闘機の修理代を徴用工問題の賠償金で相殺してこようとすると、懸念している声もあるようなんだ。本当にありそうだもんね。これはちょっと笑えるんだけど、韓国政府は F-35 の整備や修理を日本で行うことを拒否してるんだ。ん？日本じゃなくて韓国が拒否してるのか？我が国の技術力と他国との関係があれば、日本に頼る必要はないんだ。と単価を切って、さらに自国の首を絞めてるようなんだ。技術力、笑える。他国との関係性、笑い通り越して呆れる。となるとだよ。今回の修理だけじゃなく、これから発生する定期的なメンテナンスや整備も、アメリカかオーストラリアに持ち込まないといけないってことだよね。運搬費用、さらに大きな時間のロスまで発生してしまうよね。F-35 の修理代、アメリカ、オーストラリアまでの運搬費、コストまで考えると、F-35 がもう一機買えてしまうような金額になるかもしれないね。そもそも、韓国は F-35 を40機近くも保有してるのになんで国際整備拠点の設置を許されなかったの？北朝鮮とのつながりだけが理由ではないでしょ？そう、それには決定的な理由があるんだ。以前韓国は F-16 戦闘機のブラックボックスをアメリカに無断で開けたことがバレたんだよね。その時にアメリカを激怒させてしまい完全に信用を失ってしまったわけなんだ。インターネット上では、今回の胴体着陸事故は韓国空軍の日頃の点検や日常整備が甘かっただけだろうと言われてるんだ。まあアメリカのロッキードマーティン社も、今後導入予定の国があることも考えて事故原因を徹底的に究明するだろうけど、ロッキードマーティン社では韓国のせいで、自社ブランドに傷がついてしまったと言っている役員もいるそうだけどね。そうなんだよな、最初から思ってたんだが、アメリカ、日本、韓国、オーストラリアとかなりの機体数が導入されてるんだぜ。そこで韓国の一機だけが故障による事故。これは、日頃の整備不足としか思えなかったんだよな。韓国側が、元々の機体の不良だと叫ぶならば当然アメリカも黙っていないだろうしね。もし韓国がアメリカに対してそういう態度を取るようならば、今までの経緯もあるから、もう韓国にはアメリカの兵器は使わせないって強硬手段に出ることも十分に考えられるからね。大丈夫だよ。韓国は日本にだけ強気だからさ、アメリカのような大きくて強い国には逆らえないでしょ。こんな戦闘機の修理一つに関しても、他国から信用がある国と信用がない国と明暗くっきり分かれるよな。韓国に関しては利合利得としか言えないけどな。そうだね。韓国が今までの行動を改め信用できる国になるには、時間がかかるだろうね。でも、今のまま変わらずに多席思考を捨てないならば、世界から総主観されるのは目に見えてるよね。国民性と言ってしまえばそれまでだけど、そろそろ変革の時が来てるんじゃないかな？それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識はこれ、今、北京オリンピックがあってるよね。知ってる、日本メダルたくさん取ってるよね。競技に、カーリングがあるんだけど、そのカーリングのストーンっていくらか知ってる？ 5 万円とかか。いやいや、3万円ぐらいだろ。正解は、カーリングのストーンは1個10万円以上するだよ。思ったより高いな。ちなみに、1セットで160万円だよ。ってことは、10万円をぶつけ合ってるってことなんだね。まあ間違ってはないな。ってことで、僕の豆知識コーナーでした。いつも動画を見てくれてありがとう。また見てね。日本頑張れ、日本チャチャチャ。絶対に韓国に負けるな。日本頑張れ、日本チャチャチャ。絶対に韓国に負けるな。Thank you.
そういえばさ、以前韓国から日本の飛行機がレーダー照射されて騒がれたことあったよね。あれってどうなったのさ。確かに、何かうやむやにされたまま終わってないか。韓国政府は謝罪くらいしてくれたのか。まあ日本に頭を下げるくらいなら手を選べそうな勢いの国だから簡単には謝罪しないだろうけどな。事件当時はさ、報道やニュースでも散々取り上げられてたよね。結局何も進展しないまま終わっちゃったのかな。そうだね。日本の報道の悪いところというのかな。こういう出来事は簡単に忘れたり、済ませたりするべきではない出来事だと思うんだけど、何か新しい事件やスキャンダルがあるとすぐにそちらに飛びついて何もなかったかのように取り上げられなくなるよね。だから国民のみんなの関心もすぐに薄れてしまうんだよね。国民の関心がなくなるから、政府も中途半端な対応で切り上げてしまうんだよ。きちんと何か解決の形を示してほしかったよ。なんか今回は、やけに熱くなってんじゃないか。思想が強くなってんぞ。でも本当は、それくらいみんなが熱くなってもよかったような出来事だったんでしょ。韓国との国交では納得いかないようなことが多々あるけど、この事件は、一歩間違えると、有事にも発展しかねないことだと思ったからね。少し熱くなっちゃったよ。今回は忘れてはならない事件として、もう一度この事件を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年の12月、韓国海軍の駆逐艦クアンゲトデワンが日本の自衛隊の哨戒機にレーダーを照射したんだ。これは本当にありえないことで、日本国内ではどこのマスコミも取り上げて大騒ぎになったことをみんなも覚えてるよね。ああ、本当に抗議が大騒ぎだったよな。よく覚えてるよ。他国の航空機にレーダーを照射するなんて全くひどい話だぜ。日本中どころか、世界でもかなり報道されたみたいだもんね。ところで韓国の駆逐艦名称ってなんか変な名前だね。確かに大王って入ってるもんね。これは実在した王様の名前なんだよね。イギリスにもクイーンエリザベスという最新鋭の空母があるでしょ。あれと同じ感じなんだよね。この名前は古代朝鮮半島に実在したコウクリという国の王の名前なんだ。韓国では現在でも人気がある王様で、尊敬されていてドラマ化もされたような人物なんだ。だからイギリスのクイーンエリザベスと同様に何も不思議なことじゃないよ。そうなんだ。イギリスのエリザベス女王はよく聞く名前だから違和感ないけど、韓国のこの王様のことは知らなかったから全然ピンとこなかったよ。コウクリの王様といえば結構韓流ドラマには登場するもんな。なんとなく知ってたぜ。まあ、駆逐艦の名前の由来がわかったから。レーダー照射事件の話をしようぜ。そうだね。この韓国の偉大な王様の名前を付けられた駆逐艦が行ったレーダー照射事件を説明するね。まず簡単に言うと、韓国の駆逐艦が自衛隊の哨戒機に火器管制レーダーを照射したんだ。単純なことに思えるかもしれないけど、火器管制レーダーを哨戒機に対して当てるということは、攻撃の前段階の行動なんだ。ということは、韓国の駆逐艦は日本の自衛隊の哨戒機を攻撃しようとしたのではないかと日本中が大騒ぎになったんだ。日本にも嫌韓の人たちは多くいるからね。当時は SNS などでその方たちが一斉に韓国叩きを始めて大変な騒ぎだったんだよね。世界中でもニュースで取り上げられて、韓国は世界中から非難を浴びたんだ。当然だぜ。戦争でも起こすつもりかよ。火器管制レーダーを他国の哨戒機に照射するなんて何考えてんだよな。哨戒機に乗っていた自衛隊の人たちは怖かっただろうね。一瞬攻撃を受けるかもと考えただろうからさ。本当にひどい話だよね。事件発生から3年が経つけど、日本と韓国の主張は食い違ったまま解決することもなく現在に至ってるんだ。おいおい日本の政治家さんたちよ。もっとガンガン韓国を追及しろよな。このままないがしろにするとまた同じようなことが起きるぞ。頼むよ。本当に。事件発生後、各局で数多くの事件の映像が公開されたんだけど、映像を見たところで判断が割れたんだよね。各方面から様々な意見が飛び交って、一層混乱に拍車がかかった感じだったんだよね。しかし、事故発生時の映像を見て、レーダーを当てたという事実を考えると、韓国の主張はどう考えても矛盾しているようにしか思えないんだけどね。ニュースでも映像は公開されたんだけど、皆さんはあの映像を見てどう思ったんだろう？映像見たぜ。でもよレーダーを照射したことが紛れもない事実なんだぜ。主張も何もまずは謝罪するべきなんじゃないのかよ。韓国海軍の主張としては、我々は、北朝鮮の遭難船を救助していた。そこに日本の航空機が超低空飛行で接近するという威嚇行動をとってきたということなんだ。でも、映像では韓国が主張するような状況には見えないという意見が多かったんだ。
救助していたという北朝鮮の遭難船の存在もはっきりしない。映像に映っているようには見えなかった。自分たちの行動を正当化するための、デタラメではないかと専門家たちも言ってるんだ。まずいよ。韓国海軍が北朝鮮の遭難船を救助するってところから信用できないぜ。大体、この韓国の言い分を信じる人いるのかな？この国の役人は責任転嫁や自分たちを正当化するために話をでっち上げるなんて得意でしょ。今までだって散々やってきたじゃん。信じられないよ。全くその通りだね。今さら、自分たちは人道的な行動をとっていたんだ。と言われても誰が信じるの？って話だよね。おそらく韓国民以外は誰も信じてないと思うよ。この事件はうやむやにせずに解決してもらいたいもんだな。ところで、今回の主役の自衛隊の掃海機ってどんな航空機なんだ？戦闘機のラダイはよく上がるが掃海機ってどんな航空機でどんな役割なんだ？それ気になってた、教えてよ。じゃあ、韓国の駆逐艦からレーダー照射を受けた P-1 掃海機の説明を少ししようか。P-1 掃海機が実戦配備されたのが2013年だね。それ以前はアメリカのロッキード社製の P-3C オライオン活動していたんだけど、その代替機として P-1 掃海機が登場したんだ。P-3C オライオンという機体は、初フライトから60年も活躍した機体なんだ。すごい息が長い機体だよね。この機は軍事活動だけでなく、気象観測や消防業務などの非軍事目的にも大いに活躍したんだ。世界20カ国で運用されていて、別名掃海機のベストセラーと呼ばれていたそうだよ。その P-3C オライオンが引退となり代わって登場したのが現在の P-1 掃海機だね。60年、すごい長い間活躍してたんだね。P-3C オライオン長い間お疲れ様でした。オライオンと P-1 掃海機を比較すると、機体の大きさは P-1 の方が少し大きくなってるよ。そして最大の違いはエンジンだね。オライオンはプロペラ仕様のターボ型でしたが、P-1 はより力があるジェットエンジンに変更されたんだ。このエンジンを作ったのが IHI 社、川崎重工業が中心となり製作されました。ということは、この P-1 掃海機は日本の純国産掃海機と呼んでもいいんじゃないかな。長年の悲願が達成したということになるよね。そうだったのか。日本の純国産掃海機とは素晴らしいじゃないか。そうだね。これは日本人として喜ばしいことだと思うよ。もう少し P-1 掃海機の説明をしていくね。P-1 掃海機の主要任務は当然掃海行動なんだけど、でも爆弾層には潜水艦攻撃用の兵装が収納可能ということなんだ。だから万が一の緊急時に即対応できる攻撃力も増強されたということになるよね。そして、もう一つ気になるところが、この掃海機のお値段だよね。どれだけの軍事費がつぎ込まれてるのか気になるよね。P-1 掃海機の開発コストは3500億円と言われているんだ。すでに購入した1機あたりの値段を算出すると、175億円ということになるよ。現在購入を進めている F-35 ライトニング戦闘機は1機あたりの値段が116億円だから、比較すると P-1 掃海機はかなりのお値段だということがわかるよね。開発費3500億円1機あたり175億円、気が遠くなるようなお値段だね。でも日本で開発された機体なら他国に売ることもできるんじゃないの？もちろん、それだけの経費を埋めるために、P-1 掃海機の輸出も考えたんだ。輸出の対象国としては、イギリス、ニュージーランド、カナダ、ノルウェーなどだね。でもどの国も反応はいまいちだったみたいだよ。日本製の機体を信用できなかったのかな？ P-1 購入をしなかったイギリス、ニュージーランド、ノルウェーの3カ国はアメリカ製の P-8 掃海機を購入したそうなんだ。残るカナダも日本製の P-1 掃海機を購入するのは難しそうだね。はぁ、なんでだよ。安心と信頼の日本製だよ。本当だよ。ものづくりの日本が作った掃海機なのに買ってくれないの？やはり、日本製の信頼はあったとしても軍用の兵器となるとアメリカと比べたら実績は少ないからね。巨額の開発費を投じた掃海機はいつになれば世界に認められるかな？でも必ず近い将来日本の掃海機が認められて、世界の空を飛び回る時が来るんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今度は、お隣韓国とオーストラリアが何かまちまちやってんな。あれ？日本と韓国じゃなくて、オーストラリアが揉めてるの？日本と韓国は政府同士が常に揉めてるが、今回は韓国とオーストラリアのメディア同士が揉めてるって感じだな。そうだね。オーストラリアのオーストラリア戦略政策研究所が韓国が進めている、軽空母プログラムについて税金の無駄遣いだと批判したんだ。もちろん、
こういう批判を受けるとプライドが高く気が短い国民性のお隣韓国はブチ切れだよね。オーストラリアこそ無駄が多い装備の調達をやっていると猛反発して、この論争バトルに発展したんだ。別によ。よその国が勝手に言ってることなんて無視しとけばいいだけなのにな。本当に韓国は揉め事が好きだよな。これまでだってそうだったじゃん。自分たちは他国を批判するのに、自国が批判されると目の色変えて怒り出すよね。それは国民性としか言いようがないよね。基本メディアというものは、自国は褒め倒して他国を批判するもんだからね。それを真に受けて、揉め事に持っていくあたり韓国らしいよね。中国とアメリカには、何言われても聞こえないふりしてるけどな。確かに。今回は、この韓国とオーストラリアの揉め事を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。韓国がブチ切れた内容は、ASPI オーストラリア戦略政策研究所が発表した、必要のない空母の調達を試みる韓国という記事なんだ。これは15年ほどアメリカの航空宇宙産業関連メディアでアジア太平洋方面を担当してきた、ブラッドリー・ベレット氏が執筆したもので、そこにあなたが韓国人でないことを感謝すべきだとまで書かれていたんだよ。ここまでこき下ろされて、プライドの高い韓国人が黙ってるわけがないよね。そりゃあ、なかなか痛烈な批判だな。韓国人全員を敵に回すようなゲリラ。でもさ、今の時代なら空母を保有するなんて当たり前のことなのに、なんでそこまで批判されたんだろう？ベレット氏の執筆内容を詳しく見ていくと、朝鮮半島は非常に狭く北朝鮮から祖国を守るためだけなら、陸上基地からの航空カバーで十分だから、空母を海に浮かべて、F-35 による航空カバーを別途整備するのは税金の無駄遣いと指摘してるんだよね。北朝鮮以外の周辺国に対応するためだとしても、ミサイルや潜水艦の攻撃に弱い空母を狭い海域で運用するのはナンセンスだ、とも指摘されている。簡単に言うと、韓国に空母が必要ないのに、なんで無駄なお金使ってまで空母必要なの？頭おかしいの？ってことだよ。いやいや、そこまで言ってないじゃん。大丈夫ですか？少し考えましょうねぐらいでしょ。いや、まあまあどっちも言い過ぎだからね。実は、韓国政府だってそれくらいのことはわかってるはずなんだよね。なのになぜ多額の費用をつぎ込んでまで、空母を必要だとしてるのか？結局のところ、やはり行き着くところは国民性って話になるんだよね。韓国が空母を欲しがる本当の理由は、民族の潜在的な欲求ってこと。え、どういうこと？日本に対するライバル心ってことさ。海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化を進める日本への対抗策ということだね。日本を出し抜きたいというナショナリズムを利用して数十億ドルもの税金を虚栄心を満たすためだけに、空母につぎ込む無駄な軍事プロジェクトを進めてるってことなんだよね。要は日本が空母化を進めてるから、こっちも負けられない。本当は必要ないけど負けたくないから買ってしまおう。ってことだね。なんとも韓国らしい考え方だよな。どうしても日本にだけは遅れは取りたくないって考えなんだろうね。さらに記事にはこんなことも書いてあったよ。韓国は空母に国産レーダー、国産の垂直発射装置、国産のシウスなんかの装備を新たに自国で開発して、空母に採用しようとしている点で、入手可能な装備を再発明することで飛躍的に何かが向上するわけでもないのに、わざわざ国産化を進めるのは、テクノナショナリズムでしかないと切り捨てて、この記事を読んでいる読者が、軍事プロジェクトに多額の税金を投入して、無駄にする韓国の国民でなくてよかった、とまで書いていたから、それは韓国側は怒り心頭だよね。ベレット氏もなかなかの怖いもの知らずだよな。こんなこと書いたら韓国民が何するかわかんねえぞ。この国民が未だに1世紀近く前のことで日本に因縁つけて絡んでくるような国だからな。一生恨まれるぞ。怖いベレットさん絶対韓国には行かないでね。この記事に対して韓国の反応はどうなんだ？韓国のメディアは、あなたが韓国人でなかったことを感謝すべきだという記事は韓国人を怒らせるには十分だ、と語り、ベレット氏が韓国の軍事プロジェクトに噛みつくのは彼の祖国オーストラリアが100兆ウォンもの税金を、投入して防衛育成産業に失敗したためで、新興国の韓国が2兆5000ウォンで国産空母を調達したことに嫉妬しているだけだ。とベレット氏の記事に対して反論したそうだよ。え、いつも日本に嫉妬して難癖つけてくるくせに、韓国がこんな指摘をした理由としては、オーストラリアは、防衛産業育成を通じて、製造業の立て直しを試みたんだけど、コリンズ艦の性能は期待外れで、オーストラリア海軍にとってイージスシステムを初めて採用したホバート級駆逐艦は、
韓国の駆逐艦より小型なのに調達コストは 2.5 倍と高価で、スペインの設計を流用して建造したキャンベラ級強襲揚陸艦は F-35 運用というオプションを想定していたけど、本当に F-35 を導入するには大規模な改良が必要になってしまい、事実上空母の調達に失敗したからだ指摘したんだよね。入手可能な装備を自国開発することが無駄でテクノナショナリズムと指摘された件に関してはどうなんだ。その件に関してもオーストラリアは防衛産業育成に失敗したため武器の国産化に関する利点や波及効果を経験したことがなく理解できないのだろうとこれも激しく反論したんだ。お互いかなりバチバチだな。韓国人はプライド高いからな。いつまで経ってもこの論争はおらやねえぞ。本当にその辺にしといた方がいいよベレットさん、と言いたいところだけど、さらにベレット氏は韓国の KFX は21年前に開発された FA-18EF ブロックの再開発に過ぎず、国産軽武装ヘリコプター LAH は、軍の需要だけでは成立しないため、同一機体で民間需要にも対応するため妥協しただけの産物だと、またこき下ろしたんだ。もうやめとけって、いつまで経ってもおらやねえぞ。別に韓国とオーストラリアの問題だからいいじゃん。日本は関係ないんだしさ。実はこの記事には、日本のことも書いてあるんだよね。マジかよ、日本にもベレット氏は喧嘩売ってんのか?なんて書いてあんだよ。日本にもコストがかかり正当性を疑うような国産兵器プログラムがいくつもある、と韓国に対してほど痛烈ではないけど批判されてるのは間違いないよね。ちょっと、と思ったが日本人はこの程度の批判なんて相手にしないけどな。勝手に言ってろよって感じだな。正直、他国の安全保障上の決定にオーストラリアの国防戦略に特化したシンクタンクが、ここまで過激に噛みついて批判する必要があったのかは謎だよね。他国の軍事評論家の話では、ベレット氏が所属する ASPI の運営には、オーストラリア国防省からの資金が流れ込んでいるから、アタック級潜水艦プログラムに集まっている不満を散らす目的で、今回の記事が作成されたんじゃないか?なるほどな。自国への不満を他国を非難することでてそれは韓国のやり方と一緒じゃねえかよ。確かにそうだね。どっちもどっちってことだね。でもこの論争は、これからも大引きそうだよね。日本は関わらないようにしとこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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